はい、今でも熊本城はこうやって工事をしております。はい、どうもタクタビです。こんにちは。今日は3月24日、はい、今熊本におります。で、今後ろに見えてます熊本城、今から熊本城に行こうと思います。すごい桜も綺麗に、開いてて、もう満開までいかないんですけどね、もう来週ぐらい満開かなという感じです。それでは行ってみよう。これが今修繕の最中です。これね、後ろから入ってきてますのでね、これ裏側の天守閣になりますね。上がね、めっちゃ広、裏にこういう広いがあったんですね。しかし本当に桜がめちゃくちゃ綺麗ですよ。もう本当にね、満開みたいな感じで咲いてる桜の木もありますし、まだこれからつぼみで、これからっていう、これなんてね、もう満開に近いですよね。あ、若いね方々が多いかなと思って見てましたけど、そういえばもう卒業式終わったんですね。多分ね、これ大学卒業旅行かなんかな。結構ね、大学生っぽい方々、若い方々がおられますね。素敵、もう大好きなんですよね熊本城。もう日本一の城じゃないかっていうぐらいもう大好きですね。綺麗。塗り替えはね、もう終わったのかな。下から見た熊本城です。こういうとこは好きな方もおられるんじゃないですかね。こんな感じでね、どうした方がいいですか。ちょっと分かんないです。でもまあこういうとことかね、めちゃくちゃこういうとことか好きな方は多いと思いますね。これはどうですか。これはいいんじゃないですか。好きな方はこういう、めっちゃ反ってますよね。こうなんとか返しっていうのでしたっけ。でね、これがね、こんな感じ。あたりはもう崩れて、今工事中ですね。入れません。本来はね、あの際まで行ってこう街が見えるんですけどね、もうそこもね、ほら手すりもね全部崩壊してます。これはひどいですね。早く治ってほしいですね。それでは天守閣に行ってきます。天守閣に到着です。ここだけはねカメラ OK みたいです。はい、これ東側。橋をねどうもつけてられる感じですね。ここ綺麗な橋がずっとこうついてます。通るような感じですね。はい、それでは熊本城を離れましょう。ここですね、この下通るんですよね。ほいほいほい、ちょっと基地感があるな、こんな感じです。こっちにも行けるんですけど、もう危ないから立ち入り禁止。いいな、もうめちゃくちゃ基地感がある。よし、かっこよかったですね、この基地感。僕だけ僕だけでしょうかね。もうそこら中が崖崩れを起こすんで、こういう道ができてますね。悲しいですね。悲しいというか、やっぱりね、お城は今まであった感じのくねくねとして道とかね、いろんな感じで行きたかったですね。
はい、ということで熊本城紹介しました。あと外観とかね、それからちょっとマニアが嬉しそうなね、なんかこう壁ですかっていう感じのところ見ていただけたらなと思います。はい、今日もとてもいい天気でした。はい、またご視聴よろしくお願いします。また登録の方も高評価もよろしくお願いします。それではさようなら、バイバーイ。